びた首輪を手に入れた。首輪？バケーラの？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっとこの先に進んでいこう。ピラミッドの決戦。あ、難しさがもうマックスや。一度は敵の罠にかかり洗脳された YSP クラブ。しかし、仲間の絆の力で乗り越えることができた。敵はピラミッドの奥で待ち構えているに違いない。最深部にたどり着き、ドーベルと決着をつけよう。あー、やっぱドーベルか、来たよ。ピラミッドの最深部でドーベルと決着をつけよう。頑張ろう。このミッションに挑戦します。ん？何？奥に入ったの？もう。なるほど。自動的にね。どこなんやろ。あ、普通にまっすぐ行けば。なんこれ。なんか結界みたいなの貼られてるよ。え？あ、なんかすべての敵を倒そう。なんか出てきた、なんか出てきた。開かねえぞ。なんか出てきたよ。仕掛けみたいなものは見当たらないけど。とりあえず全員倒したら敵を倒すと開くというのが定番だ。中に蛇が入っていく。そういうことも身長も伸びたような気がする。一緒。スカイスネークか。ハイパービート。ハイパービート。かっこいい。行けでしょ。ロッキュー。いいね。君がいるか。ソーラ。ソーラ。お、結構ための時間が。あれ、やっつけれた。ロッキュー。ロッキュー。かっこいい。何、上にもいるね。ほらよ。強決断。背後から行くぜ、背後から。ヒデブ。ヒデブって言った。あ、待って、開ける。ほらよ。小経験値ボール。ね。これが、ほらよ。ピカピカメタル。大きなパワー。狂乱のセレナーデ。おっ。そうだ。見えない。けどなんか、スネーキーだろ。よかったらしい。スネーキーってどういう状態？シャッ。ビリビリバッテリー。ハイパービート。待って、なんかめっちゃいいか。千秋くん輝いてる。イエーイ。いけでしょ。ほらよ。そしてアイディギリギリ届いてないよ、その攻撃。なんか遅くなった気が。お、混乱してるんですかって。なんか、え、ちょろちょろ滑るやんか。待って、もういいと刻むぜ。イエーイ。ソーラ。イエーイ。ん、いい感じ。ちょっともう滑らなくて。よろしくってよ。え、でもなんか向こう側にもいっぱい。そっか、すべては倒せてないんか。今のなんかいい感じのが終わっただけ。紫の前ハイパービート。全然あいつら攻撃仕掛けてこんかったけど。はい、ここはソーラ。ワクワクプラスチック。ほら、全然攻撃仕掛けてこいよ。これ要はまた吹っ飛ばされた。要はまたあれやろ、操られてると思って攻撃仕掛けてこんってこと。ソーラ。ソーラ、待って、これが俺たちの音だ。ねえねえ、まだこれ Y って書いてるのいっぱいあるよ。あれ？ソーラ。ほら。これは普通に。ほらよ。これ小経験値ボール。なるほどね。なんだ、みんな助ける以外にもあるんやね。仕掛けだらけやん。え、なにこれ？なんかめっちゃいろんな模様がある。え、なに？あ、こっから出てきた。ソーラ。え、なに？なんかゲットできた？何もゲットしてなく、え、なんかゲットした？ちょっと、わからなかったんだけど、私。え、なに、え、何かゲットしたか？でも、開けたよね。謎。ちょっと待って、私、ここの扉の中入ってっから。え、なに？迷路。落ちそう。今、攻撃してこないでね。あ、これ。はっ。落ちた。待って、あ、怖い怖い怖いよ。ソーラ。怖い。ん、あっち側にも部屋がある。ピカピカメタル、大したものじゃない。え、じゃあ、おー、開いた。開いた開いた。これ上は、これは上はいけないのか。うん、いけないね。ってことはこっちか。でも、こんだけの思いしていってさ、ただのピカピカメタルってどういうこと？ここにはきっといいものが。え、こんがりファイヤー、その辺でゲットできるやん。何この、わけわからん迷路。
変身解けたし。カモン。変身解けたし。さあ、いい。よっ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 。よなんか、スルスルスルー。あ、待って、君敵か。もうなんか敵なんだか敵じゃないんだかよくわからなくなってきて。イエーイ、ポーズだ。ロックンロール。君も敵だな。イエーイ、なんで攻撃が出なかった。あ、全員倒せた？ちょっと途中寄り道したけど。ふぅ、ちょ、ぬるぬるするんですけど。今何か反応しなかったか。あ、もしかして、さっきの扉、先に進めるようになったのかも。よし、から戻れる？行って確かめてみようぜ、ね。で、これも開けてない。空っぽのもあるってことか。いちいち輝くなよ。これなんもないん。ねえ、あんな思わせぶりに輝かんでも。見て、これ、鶏がさらわれていきよる。へっ。牛じゃないんやね、そこ。牛のはなんかよく聞くやん、現実にも。あ、もうすぐやってくるのでは。あ、これあれやん。あの、Y サークルので。よくある。この先でメダルが必要なんじゃないん？これこれこれ、この扉。でももう開けて中におるってことか。追加できたメンバーも入れる。来ちゃった。ワンちゃんが小細工した割には無駄だったわけね。あれ、こっちとも戦闘？まあ予想はしてたわ。ドーベルを倒せみたいな、ね、彼らが面倒な粘り強さがあるって知ってるし。でもワンちゃんもこのまま引き下がる玉じゃないから、お楽しみってとこかしら。これは全く別のところから見よるってこと？頼むー。いや、この場所だな。おるし、普通に。ごきげんよう、地球人の熱い皆さん。ドーベルはドーベル。私の期待通りここまでやってきましたね。俺たち YSP クラブの絆は消えない。しつこい油汚れのようにな。嫌な例え。もっと言い方あるよね。エイリアンども、貴様らがどんな罠を張ろうと我々は何度でも立ち上がる。ラントだけはすごいなんか抵抗しよる感があった。貴様らには屈することはない。覚えておけ。ここでもしや戦闘ですか？やっぱり違う。やっぱりここが消えてドーベルが出てくる。なんだなんだ。相変わらずテンション高いわね。でもらしくていいわ。余裕ぶってられんのも今のうちっしょ。そうだぞ委員長、生徒会の奴らを返せ。そうだそうだ、心配しないで。よ、そこまでとらわれたままやん、忘れとった。でもここからの戦いに勝てないと大変なことになっちゃうかも。キャー。じゃあ今回はワンちゃんにバトンタッチ。あ、ワンちゃん出てくるわ。出番よ、ワンちゃん。あなたの罠を切り抜けてきた面倒な人たちを潰しちゃって。じゃ、またね。はあ、やっぱり君はまだなのね。来るよ来るよ。ほう、ここまで来たか。まずは褒めてやろう。どうも。うわ、何、割れたよ。地面割れたよ。だが罠を破りここまで来てしまったことを後悔することになるだろう。最強の宇宙傭兵ドーベル、そこからが名前。ダフル、ワンダフル、ダサ。え、超絶ダサか。せいぜい、なんか思ったよりでかいのね。楽しませてみる。く、頑張ろう。せいあのまま夢の世界にいれば命だけは拾えたもの。しかし俺が戦いに飢えているのも事実。ここは楽しませてもらう。最強の宇宙傭兵ドーベル様が地球の虫けらを一掃してくれるわ。ヘビ、俺たちは必ずお前を倒す。この正義の拳にかけてな。あれは何なんやろ、衝撃波みたいな感じ。近くじゃないと行くのかな。ハイパービート、これかっこいいよね。最強大きなパワー。何それ、どこ向いて撃つよ。君がいるとあれか、陣兵に向かっていくよ。やっ。周辺に何人と覚え始めたと覚え。ほらよ、間違えた。こっちこっち。
はっ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 ほいっと打ちまくってハイパービートハイパービートいやーなほいっと怖い怖い怖いめっちゃ速いやん動き陽気なパー冗談きついぜ待って誰か助けて誰か助けてアンコールサンキューアンコールさあここまでかよ誰あれうん、みんなごめんちょ待ってやばい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 みんなが召されるー生きて生きて生きてちょもう一人ももう一人もメラーン氏がロックンロールじゃなくてマジかよお、なに今のやられたんかと思ったやん変身変身ちょ、誰かさ誰かえ、もしかしてメス…あ、大丈夫、よかった、回復したふぅ…危険だったよだいぶ危険だったよあ、アイテムいっぱいばらまいてくれたありがとうてか今、ポーズ取れるところじゃなかったエイリアン取れねポーズ取れるとこなかったもんまだ負けたわけではない見せてやろう。え、なになになに？この俺の真のパワーを。入れ替わろう。あ、ちょっと入れ替わらせて。何真のパワーって。俺は。うわ、パワーアップしてくる感じ。俺は最強の宇宙傭兵なのだぞ。うわ、なんか来たよ、なんか来たよ。じゃあロボットの牢や学校が淡い。うちって潰そう。なんか目が釣り上がって、さっきからやっけだから。なんか全身が黒くなったよ。最強の宇宙傭兵の力を思い知れさっきよりかっこいいね。俺は、一人ではない。我が故郷。じゃあ私、戦士の星ドギ。ベニマル、ベニマル。そこにいる仲間たち。俺たちが宇宙に出て稼がねば。星で待つ家族が貧しい暮らしを強いられる赤き一戦俺たちドギー勢の傭兵たちはちょっと何言うかあんまり聞いてないんだけどなんかプライドを背負って戦う人兵になったら超狙われるな最強でなくてはならんのだうわまだこんな力を隠し持ってやがったのか赤き一戦怖いだってパワーアップ前にもやられたりだからすごく怖いんですよ。なんか燃えてるっけ。一文字チャンス。いけ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 。狂乱のセレナーデ。よし。いや立ち上がるの早いって。爆炎波。紫の舞。なんかいっぱい落ちてるの拾っとかないとか。狂乱のセレナーデ。待ってこっち向いてくる？十文字粉砕弾。赤き一戦。みんな体力的には大丈夫そうやね爆炎波ド発展横一文字待ってまた拾う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 おおやったいったイエーイ2回もアイテム落としてくれるとかいいやつやね信じられんいいやつやねこいつらのどこにそんな力がやった気がするたった一人で戦ってきた貴様には分からんだろう人兵はやっぱり地球人の力だお前たちもプライドがあるように我々地球人にもあるのだ仲間を思う気持ちや大切なものを守りたいと思う勇気がなとりあえずなんか自分たちの何一族を守りたいみたいな感じのちょっといい話をしよった気がするあんま聞いてないけどこれが人間最強の宇宙傭兵である俺を倒しちゃったよ犬っぽいボスに勝ったぜ言い方最後にいいものを見せてもらった熱い異星人たちだぜなんか認め、な、ん、なくなったのなんだと口で言った口で消えちゃったうん、なんか消えたよ、お亡くなりになったってこと地球人の熱い皆さん、よくできました悪いやつではなさそうやったけど、なんか最後力認められたし来る星なゆなかなかやるじゃない、それでこそ私が見込んだ者たちここ負けしたとかいうわけじゃないよね、別にさあ約束通り
生徒会の人たちを返してください。あれ、そんな約束したっけ。何返すとは言ってないような気がするね。ここで倒せんかったら大変なことになるよみたいなのは言ったけど。嘘嘘、ちょっと悪役の決まり文句言ってみただけだよ。嘘かい。それじゃ、ユーホーたん、お願い。めっちゃカメラ目線になった一瞬。心配しなくても、あの子たちなら生徒会室に届けといたわ。あ、UFO の中に入れられとったんやね。ああ、そんな嘘に騙されないぞ。ああ、私、そんなせこい嘘をつくほど小物じゃないの。じゃあ今から急いで生徒会室に行ったらまあわかるということや。彼らはあなたたちをここにおびき出すための餌にしただけ。あ、てかあれはミケッティオはどうなった？もう必要ないわ。殺したりすると後始末面倒だし、実験とかもワンちゃんたちが自分たちの強化のためにやってただけだし。こいつらマジでイラつくっしょ。このワイサークルってのもハズレだったし。ハズレ？ほんとついてないわ。何もなかったってこと？空っぽ？そういうことで私帰るから、これも返しとくね。あ、要はあれじゃない、今までみたいにさ、何かしらが封印されとると思っとった件ハズレってこと？あれよね、合体するんよね。奪われたミステリアルメダルを取り戻した。おー、これはサンキュー。使わないの？使うの？でも手元にあるってことは使ってないってことか。これを言ってどうするの。それから次に会う時までにもっと強くなっておいてほしいな。そうでないと私もいろいろと困るのよ。何、楽しめないからってこと？何、それはどういう意味だ。お、消えた。あの野郎、次は黒星ないかな。舐めやがって。どうしたんだ会長。解放されたよってことじゃない。たった今金にと連絡が取れた。黒星奈由の言う通り、散歩たちは無事なようだ。おお、よかったじゃんか会長。ああ、素直に解放したようだが、一体何を企んでいるのだ。分からんけど。まあでもみんなが無事でよかったじゃないね。あとはこの Y サークルの謎を解明してやらないとな。やっぱそれはそれであるのね。あ、そういえば忘れてた。何？それどころじゃなかったしね。ああ、Y サークルのことってこと？何？何？どうしたアバケラ？ん？思い出したぞ。何を？何を？ここは腕が閉じ込められたとこだぞ。あ、マジで？ってことはもうおらんってことや。けど閉じ込められてたこと以外何も思い出せないぞ。なんだ、バキーラも Y サークルに閉じ込められとったんやね、他のお二人と同じように。なんだよそれ、この役立たず。そんなこと言わんといてあげてよ。これパワハラだぞ。パワハラ、つまんね。最強新キャラが出ないんだったらもう帰ろうぜ。待って、そこに何か落ちてない？合体のための何かですか？ほんとだ、なんだろう。どれどれ。古びた首輪を手に入れた。首輪？バケーラの？なんだこれ、バケーラのか？腕のじゃねえ。じゃあなんかかっこいいし、エンラ先生にでもプレゼントするか。怪しいものじゃないの？なんか意識乗っ取られるとか。待て、Y サークル内にあったということは何か重要なものかもしれん。持ち帰って調べた方がいいだろう。あれよ、 YK に預けよう。会長がそう言うんだったらまあそれでいいけど。とにかく帰りましょう、私もうヘトヘトよ。今日は本当にいろいろあったもんね。操られたりね。そうだな。じゃあ帰るとするか。学園長に報告だ。YSP クラブの諸君、よくやってくれた。どうもどうも。囚われた生徒たちを救い出し、その上新たな資格まで打ち倒すとは。きっちりドーベルも仕留めたよ、二段階も。三福君たちも無事だったし、結果としては上々ね。ありがとうございます。よかった。しかし、我々にもたらされたのは得体の知れない首輪だけか。首輪、バケーラのではないよね。でも記憶がないってことやけん、バケーラのかもしれんや。違う。
おう、どうしたのだエマ。今ちょうど大事な話の最中でな。何？乗っ取られとる？体。もう常にそれやと思ってしまう。え？何何？あ、エマの方。エマさん？おお。いやね。来た来た。だ、誰だ？エマさんから男の人が出てきちゃった。あなたは。あ、エラ先生も知らんかったんか。やっと姿を現せたか。学園長と二人の時だけやったんか、あれは。まだ妖力の回復は完全じゃない。姿を現せるのはわずかな時間だ。なんか伝えることがあるってこと？学園長、この人は。わずかな時間しかないのに説明の手間が。ここまで来たらお前たちにも全てを話さねばならんな、うん、彼は妖魔界、すなわち怨霊や妖怪の王、閻魔大王じゃ。閻魔大王がこんな若い感じやと思わんよね。確実に学園長みたいな見た目やと思うよ。でもそんな偉い人がなんでこんなところに。宇宙人の侵略によって我々の妖魔界も一瞬にして滅ぼされてしまった。滅ぼされたんや、マジか。俺の体も奴らの攻撃で吹き飛んで、わずかな魂の残り火となった。魂の火を消さぬよう人の体を転々とし、最後にエマに行き着いたのだ。え、じゃあ別に血とかは関係ないってこと？俺はエマを守護霊として守りながら、エマの中で妖力の回復を待ったのだ。エマをシュコシュコ？トイレで使うあれか。いや違う違う、守護霊？エマさんを見守ってる存在ってこと？そうか、悪い。素直。では気を取り直して、今回は君たちに手に入れた首輪について話をしたく現れた。やっぱり重要なものなんやね、首輪。首輪は何か大きな意味を持つものなのですか？調べんでも言いに来てくれたわ。ああ、それは我々にとっていわば最終兵器だとも言える。イオットさ、凶暴なミケッティオをなんか暴走させんためのものとかそういうこと？その首輪こそ宇宙人に対抗し、そういうことなんじゃない？大いなる力を制御できるものなのだ。大いなる力を制御できる。あれやね、孫悟空の頭の輪っか的な感じで。そんなものが。そんなにすげえの？その首輪で制御する力というのは一体何なのですか？ミケッティオ、最強かつ最悪の妖怪ミケッティオ。最強かつ最悪の。あ、ついに合体してしまうのか。妖怪ミケッティオが再誕すれば、ね、またその邪悪な力によって世界は滅ぶやもしれぬ。うわ、それほどに強大な力なのだ。しかしそれを味方にすることができれば、宇宙人に立ち向かう最強の切り札となる。それを制御するために。ならば一刻も早くその力を我々に使わせてください。ダメだ、ブルポンたちがいなくなる。今の君たちでは到底その力を使いこなすことはできないだろう。何、修行せんといかん感じ。それにミケッティオを再誕させることができるかどうかは君たち次第なのだ。どういうこと？気持ちの問題？どういうことですか？実はな、ミケッティオはもうすでに君たちのそばにいる。うん、3の3、あの3体ね。君たちの力が大きくなれば、いずれミケッティオは君たちの前に姿を現す。自動的に合体するってこと？それを待つしかない。今は来たるべき時に備える準備段階だ。わかりました。力を磨き、ミケッティオを蘇らせ、制御することができれば、奴らをこの地球から追い出せるというわけですね。周りを滅ぼさん程度に力を出すことができるってこと？ああ、そうなることを期待できるとだけ言っておこう。うんうん。なんかよく意味がわかんねえけど、要するに何すりゃいいんだ？もっと強くなれということ。お前、今までの話聞いていなかったのか？ややこしいんよね、きっと人編にとっては。いや、聞いてたけどよくわかんなかったんだよ。つまり今は待つしかないってことだよ。そうなの？今はまだその時ではないってことよ。
諸君、いい機会だ。自分たちを磨きながら存分に学園生活を謳歌してはどうだ。お、急激にあれやね、青春やね。その中でおのずと道は開けてくる。そういうことじゃ。学園生活、学生っぽいことあんましてなかったもんね。まあ一応毎日そういうことなのか。登校して授業は受けよったけど。だったら Y 学園のまだ見てないとことか見に行こうぜ。まだ見てないとこってどこだ。なんかすっげえ面白いことが発見できるかもしれないしな。隠しダンジョン的なもの。なんかこれはこれでワクワクしてきたっしょ。うんうん、うん、また宇宙人との戦いは続くけど、まずは自分たちを磨く学園ライフを楽しんでみるってことだね。でも逆に生適用前にもんもんと構えているように。それが私たちらしいよね。そんなことはないの。青春しよる間に、まあ、この学園は暇つぶしになる物騒な話題にはこと書かないしな。ああ、まあ一応あれか、腕力は必要になってくる感じ。いいだろう。この Y 学園での生活の中で宇宙人と戦うための力を蓄えるとしよう。学園での生活の中で鍛えれるってすごいよね。どんな学園やねん。やーし、まあ、いつの間に消えた。そうと決まればこれから新しいことを探して。まだエマ寝よるけど。 Y 学園を隅から隅までワイワイ楽しもうぜ。おお。あ、起きた。気づいたらいつも学園長室におるって謎すぎるよね。はてなってなるわそりゃ。お、マゼラ。あれが欲しいのである。何あれって。地球ってこと。え、何終わったよ。え、何終わった終わった。エンディング。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、多分発売からだいぶ経っとるし、その後の話は来とるっていうことよね。よね？あんな、あれ解決してないもんね。すっきりせんわ。